こんばんは。目尻かっこいい。こんばんは。前髪まだ切ってないですよ。そう、まだ我慢できてます。前髪少しだけ配信します。初めて来ましたって。すごい姫っていうギフトがあるんですね。ね、雨が降ってるらしいですね。もう半袖です。なんかインスタのストーリーで思い出みたいな機能があるじゃないですか、自分だけ見れるやつ。それね、それになんか5月の最初らへんに、皆さんはもう何 T シャツ着てますかみたいな質問をしてました。私が去年去年もね、同じくらい暑かったんですよね。こんばんは。ね、もう T シャツ着る時期とか分からんよね。いつから着てますかって多分分からなすぎて聞いたんですよ。そしたら思い出で出てきました。こんばんは。確かになんか雨降ったら寒いよね。確かに昨日はめっちゃ暑かったんですけど、今日はそんな暑くなかった。過ごしやすい、普通って感じ、ぬるいって感じ。
でしたね。お、魔法のランプ。本当に昨日暑かった。もう歩くだけでしんどいぐらい暑かったです。もう真夏でした。真夏日。こんばんは。ねえ、夏ってなんかしんどいよね。暑いの、暑さが体力を奪っていきますね。夏バテ。なんか私はあんま夏バテわからないんですけど、今年はなんか夏バテしそうな予感がする。今こんなに暑かったらね。今日誕生日です。ってひろっちさん、おめでとうございます。ハッピーバースデー。確かに警備員さんとかね、いつも見るたび暑そうって思う。夏、こんばんは。ファンがついてる服を買いました。いい、すごいね。見たことない。工事現場の人ぐらい。49。あ、惜しい。49 48じゃなかったですね。49でした。冬より夏派ですか？冬派です。冬が一番好きですね、季節の中で。うん、秋も好きです。秋から冬にかけてが一番好きかも。なぜかっていうと、春は花粉症がひどくて、夏はまあ暑くて寒い方が好きなので、秋から冬にかけてが一番いいですね。ね、でも花粉症ってね、知らん間に終わってるんですよ、あの花粉の時期が。お、なんかいい感じになってきたって思ったらすぐ夏が来るんですよね。お、大阪ぜひ。うわ、花火大会行きたいね。ゴールデンウィークあたりで終わる？遅くない？
私は3月の、いや4月の最初ら辺にもう終わりました。あれ、なんかもうなくなったなーって感じ。こんばんは。懐かしい三浜花火大会。衣装めっちゃ懐かしい。なんかあの県別の、なんか私オレンジだったんですけど、の襟と袖がオレンジ色で、あの黒じゃない、青と白のボーダーのやつに青い短パンのやつ、懐かしい。もう写真ないですね。もうあの時から一回も汚いかも。もしかして、もしかすると、もしかしたら一回も来てないですね、多分その頃から。こんばんは。こんばんは。広島は G7 ですね、絶賛。交通規制とかどんな感じなんですかね。大変そう。こんばんは。確かに平和記念公園でね、なんとかってニュース見ました。何も無事に終われることを祈ります。宮島、確かにこの前もなんか宮島行ったんですよ。あのインスタとか載せたんですけど写真。その時も1週間前ぐらいやったかな、あの、いやいつの日か、なんかちょっと前に行った時に宮島、なんかすごかったです、警備が。私はまあ、なんか警備対象に入らなかったかもしれないんですけど、なんかすごいゆっくり歩いてるおじちゃんに警察の人が、ね、近寄って行ったりとか、ね、してました。どこで何があるか分からんもんね。すごい。
じゃあ、あ、15分経った。お、壇上読みたいと思います。ちょっと少しです。今日はリサさん、サクさん、おいもちゃん、サージカルさん、カズポさん、ジータさん、ゆきふくさん、よしみさん、ガッチさん、ミータさん、ケイゴミーさん、フラペチーノさん、シューちゃんさん、ありがとうございます。イエイイエイ。ぬいぐるみ伸びた。結構伸びたよ。え、10円ではね、ちょっと頑張ってる方なんですよ。いつもね、切りたくなるんですけど、まあ、5月いっぱいは伸ばそうかなっていうね、根性で伸ばします気合で伸ばします。で、6月になった途端に切るかもしれないし、お、なんか意外と前髪長いの似合うぞってなったら伸ばします。お楽しみに。では、ゲームもしますね。ありがとうございます。毎日ゲームしてくださってる方、おやすみ早いねお疲れ様でした。フォローよろしくお願いします。バイビー。おやすみかん。